動物の命を支えたりしている水がもしかしたら一番大事なんじゃないのかなっていう、全てを便利にして終わりにするっていう思考停止のための工学じゃなくて、立ち止まれるような工学。工学系研究科都市工学専攻修士2年の杉山琴美です。途上国都市部の水道供給について SNS データを用いた定量化を研究しています。高校生の時にナショナルジオグラフィックという雑誌を読んでいて、綺麗な海のはずなのにもう隙間もないくらいプラスチックゴミが浮いていたりとか、そういう衝撃的な写真を見て海とか川とかそういう水にすごく興味を持ちました。小さい時は砂浜に行ってシーグラスっていう角が取れて綺麗になったあの石みたいなものを集めていたりしていて、シーグラスは綺麗なのでポジティブな人間の気持ちが一番に出てきちゃうかもしれないけど、海に流れちゃいけないものが流れているっていう時点ではシーグラスの問題もプラスチックの問題も基本的には同じだというふうに思っていて、やっぱり人間が持つ綺麗だなっていう感情よりも大切なことがやっぱり地球上にはあるというふうに思っているので、他の生物がじゃあどういう状態になってしまっているかとか、もう少し勉強というかしていくべきかなっていうふうに思います。文系出身なんですけれども、文系の地理とか歴史を勉強している中で水を巡った争いっていうようなことにも興味を持ってきて、都市の中の水システムについて考えたいというふうに思って進路を変えました。人間が飲める淡水はすごく限りのある資源になっているんですけど、だからこそそれをたくさん持っている人は権力も手にしやすいし、水と権力は切って切れない関係にあると思うんですけど、科学の手段を使って数値データを示したりすることで公平な水供給についての意識が高まるといいなっていうふうには思ってます。私の大きなテーマは水ガバナンスの評価、水資源の開発と管理とか多様なレベルでの水道サービス提供とかを統制するための政治的、社会的、経済的、行政的システムのことって言われてるんですけど、それを SNS データとか市民が手に入れられるデータで定量化できないかっていうのが私の研究になってます。綺麗な水が常に手元にあるっていうのが理想の状態で、それは命にも関わってくることなので、やっぱり問題が起きたらすぐに報告できるっていうのはSNS の即時性とかとすごく相性がいいのかなっていう気がしています。途上国では洪水が起きて家庭の水が濁ったりすると SNS で事業体に連絡がされているってことが分かっています。なんかめちゃめちゃたくさんのツイートが分析されてるなって思うんだけど、例えばマニラウォーターっていうのはフィリピンマニラで水道供給を行っている民間の会社なんですけど、マニラウォーターに対して何かメンションを飛ばしてる、マニラウォーターの人聞いてくださいって言って発信しているツイートを出してきて、そうですね、まあ、問いかけとそれに対する回答っていうペアをエクセルに出したものですね。So we have a limited water resource. Mostly we are focused on the water quantity, not quality. People also, water user also should know the water quality status. Yeah? Water supplier also need to know what is the demand of the customer. Yeah, that should be on the main focus. And also the customer also should know what are the limitations. Of the supplier, yeah. So they can work together to make a better water supply mm-hmm. and also, yeah, to increase their satisfaction, yeah, or goodwill. Mm-hmm. I think that is the point. I think water supply in one area should be solved by
that area. I want to support the citizens in developing countries with the tool evaluating, with the tool which evaluate the water governance with their own power. In Japan, I am a master student, but maybe there is something I can do for citizens in developing countries. Kotomi-san, keep on doing the good work. 私が注目しているのは市民が自主的に使える科学というか市民科学っていうふうに呼ばれているんですけど市民科学を通して全てを便利にして終わりにするっていう工学じゃなくてずっと考え続けていけるような逆に立ち止まれるような工学っていうのも大事なんじゃないのかなっていうふうに思っています。The future.